回れないと、持つとこれ回れないもんね。回れない。
これ、これ以上回らない。手が伸びた。これ回れない。それもう、回ったとしたら、相手近づいてきてるから、もう、脇つけますよ。ラッキー。ラッキー。うん。で、ここの方を、そう、肩に乗せて、で、自分の組み合わせ。そう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 。で、こう、これね、多分逃げたとしたら、こっちに回りたいんですよ。だけど、もうダメっす。あー、ダメ、決まる決まる。これダメ。ここのこれ張り。そうですね。あ、でも持たんとダメっす。ダメダメっす。これ本気抜いたら抜けますよ。足を持たんかったら。で足回すじゃないですか。ああ、そう、俺普通回すの。自然にやっとった俺。そう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 。だけどそれがないと、こう思いっきりこの頭でこう、うん、いや、浜田さん寝ちゃいけない。うん。寝こう起きて、こういう潰し方で浜田さんあっちに回っていく。手を抜きながら。ああ、確かに。確かに抜ける抜ける。だってやっぱり手は入れんとダメだよっていうのは言ってました。俺自然にもこうやって入れてた。Thank you.
ス10。あれしてるかな、あれしてるの。あー、惜しいな。ありがとうございました。夏これ、足が引っかかった時にあれ、出るのできなかった。ああ、いや、ちょっとまだ出る目みたいんで。あ、いや、今ちょっとね、くの字形で、あの、ぐるっと回ればベリンゴロになったかなっていう感じだった。ベリンゴロ来そうな感じの。だったよね。はい、うん。いけるから、ただ体重差もあったりして、出れんのかなと思って。結構、いけた形になってた。ちょっと。ちょっと、あの、場面でしか言えちゃったんだよね。複雑に足から回ってたけど、どうかわからんと。はい。でもじゃあ、いつも通りです。まあ、無理せずに。あれさあ、はい、僕はもうちょっとあったかな。なってません。最後抜けたね、ちょっと抜けた。抜けたね。うん、正解はちょっと抜けた。ゆっくり抜けた。そこよね、そこよね。ちゃんと股に下ろさない、ほら。股のせいで忘れたね。抜く方に必死になるけ。抜けないですね、あれ。あの抜くしかないんで、方法は。これあのそっちに意識しちゃうんで、抜けたとしても、その後の行動できないです。で、こうなってるんで、相手も多分抜けたらやばいと思った瞬間に、多分切り返してスイープとかされると、スイープの選択肢を忘れとったら、っていう選択があると、ちょっともう厄介です。厄介だね。だから、ここ入るのちょっと苦しいよ。正解戦略なんです。V1 だけ。戻せるよ、戻せるよ。
足もずっと足戻せる。クロスシェイク戻せる。そう。ねじる。切れ。よし、戻して戻して。はい、ストップ。抜けませんかどうか、あぶ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 
じゃない、あ、もうじゃない、楽しみいやーって言うアイドルだよ、パパ7、7、4、6、4、3、2、1、あー、キリ、やーありがとうございました、はい、いいねフットチョークいけるねフットチョークうまいなあれ、決まるわあ、本当じゃ。本当じゃ、あれ逆に。ボールより、決められたの。逆に。相手の体伸ばそうとする。
逆に目印で入っちゃうから。